縁屋博士は日本の法学者。君党は文化勲章。東京大学名誉教授、日本学士院会員、文化功労者。正の円は潮の旧字体のため、新事態で潮の博士とも表記される。東京大学法学部教授、成蹊大学法学部教授、東亜大学大学院教授、公益財団法人放送文化基金理事長。 日本学士院委,委員長などを歴任した。行政法を専攻する東京府出身の法学者である。東京大学法学部を卒業し、東京大学、成蹊大学、東和大学で教鞭を取った。東京大学より名誉教授の称号を授与された。その他、放送文化基金では理事長に就任した。日本学士院会員に選任され、後に委員長に就任した。父は、 三述、主段教育で著名な塩野直道、東京府生まれ、一時金沢市に在住、東京大学法学部卒業、東京大学法学部助手、助教授を経て教授、定年退官後、整形大学法学部教授を経て、当は大学通信制大学院教授、1994年、衆議院議員選挙区確定審議会の委員として、小選挙区300、 比例代表200の具体的なクアリアンの策定に関わった。1998年優勢賞電波管理審議会会長、四十法省受賞。1999年日本学士委員会員。2009年文化功労者。2011年より放送文化基金理事長。2015年文化勲章受賞。2016年より第26代日本学士委員長。 東京大学名誉教授で最高裁判所判事を務めた田中次郎に指示。オットー・マイヤー行政法学の構造をはじめとして多数の論文、判例表尺を執筆している。多くの立法家庭に携わり、近年は行政訴訟検討会の座長として2004年の行政事件訴訟法の改正に深く関与した。また、2001年に 人権擁護法案の必要性を答申した人権擁護推進審議会元会長でもある。文化勲章受賞に際して公表された肖像写真2019年6月17日、徳人天皇、政子皇后臨席の下で、大妻女子大学社会情報学部教授、山崎志郎に日本学信賞を授与。ありがとうございます。